太陽黒点数の400年間の歴史におけるマウンダー極小期炭素14生成量の変遷から描かれる過去の太陽活動マウンダー極小期とはおおよそ1645年から1715年の太陽黒点数が著しく減少した期間の名称で太陽天文学の研究者で黒点現象の消失について過去の記録を研究したエドワード・マウンダーの名前にちなむ マウンダー極小期中の30年間に観測された黒点数はたった約50を数えるだけであった。通常であれば4から5万個程度が観測によって数えられるであろう期間である。マウンダー極小期の1645から1715年の間は非常に太陽黒点の数が少なく観測された。これらの記録が期間中欠落なくあるのは 17世紀に活躍した二人の天文学者、ジャンピカールとフィリップ・ドラ・イールらのパリ天文台における組織的な太陽面観測が開始されていたことが大きい。1610から1681年までのそれぞれ10年ごとに区切った期間での黒点観測数は浮きの通りである。マウンダー極小期中でも太陽黒点数の11年周期の変化は 太陽黒点の個体数の変化から読み取ることができる。極大は1674年、1684年、1695年、1705年、1716年に観測された。この期間中、太陽黒点活動は太陽面の南半球に集中していた。マウンダー極小基盤期の11年周期は例外的に 北半球面にも現れたことが記録されている。なお、名古屋大学の研究グループは放射性炭素 14C の分析により、周期が14年に変動していたと報告している。マウンダー極小期は、中世における小氷期中頃の寒冷期の原因と目され、この時期のヨーロッパ、北米大陸、その他の温帯地域において、冬は、著しい国間に震え、 暦の上では下地であっても夏らしさが訪れない年が続いた。北半球平均気温は極小期の前後と比べて0.1から0.2度低下したのではないかとされている。2010年、東京大学、名古屋大学、名古屋工業大学の研究チームがこの時期の日本は周期的に雨が多い湿潤な気候であったと奈良県内の老木の年輪を分析して結論付け。 論文にまとめた。なお、太陽黒点の活動低下と地球の気温の変化についてはまだよくわからない部分も残っている。例えば2010年頃の極小期では太陽放射が減る一方でスペクトルの変化によって大気による吸収がむしろ増える可能性も指摘されている。炭素14の変化と太陽黒点数の相関グラフ太陽活動の相関関係グラフ 太陽国点数と地球外起源の放射性、同位体生成量の変化マウンダー局長期における太陽活動の低下は地球への宇宙船副車量に影響を及ぼした。これは 14C の生成量の変動を引き起こし、考古学で発掘物の年代を同定するために用いられる放射性炭素年代測定の結果を修正させることになった。 太陽活動は 10B の生成量にも影響を及ぼす。また、宇宙起源の放射性同位体のバリエーションも太陽活動との相関性を示す。他の歴史的な太陽黒点極小期は直接の観測もしくは氷彰コア中の 14C と木の年輪の解析作業により見出された。これらには、シュペーラー極小期や多少顕著さを書くダルトン極小期ドルトンミニマムなどが 含まれる。その結果、過去8000年間に18の極小期があり、現在の太陽活動は、極小期の間の1、4を過ぎた時期にあることが分かった。近年ある論文によれば、ヨハネス・ヘベリウスやジョン・フラムスティードの観測記録を分析し、マウンダー極小期の真最中である1666年から1700年にかけては、太陽の時点周期が長くなっていると指摘した。 マウンダー極小期におけるオーロラは普段と変わらず観測されたという。詳細な分析はウィリフリーとシュローダーにより提出されている。加えてマウンダー極小期についての基礎的論文ケーススタディーズ・オン・ザ・スポーラーマウンダードルトン・ミニマがある。ありがとうございます。